やったー。なんだー。見てわかるだろ。スマブラだー。うっとー、ついに来たー。この前スイッチ欲しいって言ってたもんね。スマブラキーボードもできたし。こりゃ浮かれポンチになるのも無理ないね。ほら誰が浮かれポンキッキーズじゃ。俺のキャプテンファルコンさばきを見るがいい。なんの、こちらもガノンで粉砕してやる。うおーおーおー。おやー。やっぱスマブラは最高だぜー。スマブラたまんねー。気持ちいい。うほー。デラックスなんですけどね。オラ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 ー。急になんだオラー。どうしてくれんだよ。どういうことなんだよ。何がだよ。前回の動画だよ。スマブラアイテムキーボード作ってみたってやつか。予想以上に伸びなかったぞバカ野郎。うるせえ、知らねえ。責任取れよこの野郎。こっちの脳内会議ではバズる予定だったんだよ。おめえの脳内はプリン体か。クソが、プリンの眠るで舐め腐されて負けろ。おめえはドンキーに背負われて道連れされて果てろ。じゃあお前はヨッシーの卵になってればガチャ失敗して落ちろ。オラーン、わしに立てつこうとはエイド教やんけ。われ見せたる、ワイの本気のファルコン。パンチ、ブワー。ゲームセット。というわけで、やっていきましょう。第2弾、スマブラキーボードを作ってみた。ヘアウィーウォー、チェケラ。はい、それではやっていきましょう。流れ自体は前回の動画とほとんど一緒だから超絶カットしてお届けしていくね。まずは今回使用するキーボードの紹介。NPET ゲーミングキーボード。Amazon で1700円くらいでした。安い。開封。選んだ理由としては、白くて光るから。中には本体と説明書、キートップ外しがついていました。で、本体はこんな感じ。真っ白だー。普通のメンブレンキーボードですが、安い白い光るものを探しているのならこれがいいと思います。光り方はまた後ほど紹介しますね。じらすねー。印字は英語日本語どちらも書かれてあるものでした。よく見る普通のキーボードだね。今回は、こいつを大変身させてやりますよ。テレビかな。劇的改造。ビフォー。あ、では、まずは設計図を書いていきましょう。最後まで言い切ってからにして、あと地味に漢字にするのやめて。キーの数とキートップサイズを調べます。iPad を使用して書いております。どこにイラストを設置するかも考えて、設計図はこれで完了。前回のキーボードと大体は一緒だったけど、キー配置が少し違うから設計し直したね。これを元に今回も作っていくぜ。そそるぜこれは。先空。では、いつものごとく素材集めからです。よっしゃー、やべえ素材集めなら俺に任せろやべえ。クロムに食われろ。辛辣すぎー。ネットの画像をスクショして編集。これが大変なんだこれが。そしてできたものがこちら。わお、うぷ主努力の3日間が経った3秒にまとめられた。やべえ。使用ソフトはクリップスタジオペイント。キーの大きさに合わせて作りました。これも改めて作り直したもんねー。でも、ファイターが2体ずつあるけどこれは、印刷ミス予防のためです。仮に片方がダメだったとしてももう片方で補おうということで2体セットで作成しました。台紙やインク代もバカにならないもんねー。誰がバカだってー。前後の脈絡考えろやバカ。はい、では画像ファイルもできたので、印刷していきます。今回使用するのは、A1 から発売手作りステッカー透明タイプ。前回も少し紹介したね。近くの電気屋さんで1500円くらいでした。3セットでこのお値段だからミスれねえんだこれが。はい、それでは印刷。8倍速でお届けしています。印刷完了。こんな感じの出来になりました。すべて綺麗に印刷できています。やったねカパちゃん。家族が増えるよ。おいバカやめろやめてください。それではこいつにフィルムを貼り付けて、うまいこと圧着させたら、OK。20倍速でお送りしています。結構筋力と神経使うんだこれも。でもこれもミスれないからね。頑張ろうね。強い、返事。で、ここからサイズに合わせてカットして貼り付けていくわけなんですが、その前に、今回のためにステッカーシート3種類購入したのでせっかくなのでその比較をしていこうと思います。比較するのはこの3種類。すべて手作りステッカーですが、左から高画質タイプ、透明タイプ、メタリックシルバータイプ。揃えたねー。で、これ、何が違うの？背景色が異なっていて、白色、透明、メタリックシルバーとなっています。それらを使い、それぞれ印刷したものがこちら。さっき見せてたのはこのためだったのね。一応確認のために、左から発色、透明、メタリックシルバーとなっています。台紙に貼り付けられているせいか左二つの違いがいまいちわからないな。それじゃあ実際に貼り付けてみていくことにしましょう。まずは高画質の白色タイプ。こんな感じ。続きまして、透明タイプ。うわわ、ゴーストマリオ。そりゃあ透明だからね、透けてるよ。で、これを貼り付け。こんな感じ。やっぱ透明だからか裏の印字が少し見えるね。でもイラストも見えるし、これはキーボード印字見えない問題から解放されるかも。最後にメタリックシルバータイプ。カメラ越しだとわかりにくいですが、いい感じに高級感ある光沢してます。貼り付けるのも、なかなか慣れた手つきじゃない。うえひひ。あざっす。褒められべたやなー。
って、貼り付けたらこんな感じ。近くに寄ってみましょう。カメラ越しの映像だとなかなか伝わりにくいとは思いますが、それぞれなかなかいい味出してます。白色は白キーボードに合うし、透明はインジも見えていい感じだし、シルバーはレア度高めでオタク心を刺激してくれるし、正直悩ましいところです。なので、ゲーミングキーボードということで光らせてみましょう。おお、ついに来たか。ライトアップ。来たー。やっぱ光り物よ。切り替えも可能。照明が明るいので、暗くしてみましょう。暗い中光るのがまたええんやこれが。って、ステッカーが見えないじゃん。暗いからね、仕方がないよ。でも、近くに寄ってみたら、こんな感じ。あ、真ん中だけ文字が見える。透明タイプのステッカーだね。さすが透明、活かすぜ。というわけで、今回は真ん中の透明タイプに決定。イラストも光って超クール。やっぱ光り物よ。あんたこの前ライトアップディスってなかった。記憶にございません。石投げられるぞ。はい、それでは作業に戻りまして。定規とカッターを使ってカットしていきます。これもまた体力と集中力が削られるんだ。そしてカットしたものがこちら。うわぁ、こんなにあるんだね。総勢84名のファイターですから、並んだらそりゃもう圧巻です。白い台紙がまだ残っていますが、シール部分は切れていますので、放置で OK です。で、これを公式サイトの順番に並べ直したものがこちら。マリオから現段階で最新のホムラ光まであります。やっぱここまでキャラを揃えたあたり、スマブラって神ゲーやわ。まんまみーや。さあ、それではいよいよ貼り付け作業です。キーボードを取り出して、準備完了。貼り付けていきますざますよ。マリオ登場。いやっくー。台紙から外して。やっぱ透明っていいよね。きっちりセンターを定めて、圧着させたら、貼り付け完了。近くで見るとこんな感じ。なかなかいいんじゃない。じゃあ、どんどん貼り付けていきますわよ。やってやるです。ドンキー召喚。ほほほほほ。こいつも同じ要領で貼り付けしたら、ガッチャ、完了。カットビングだぜ。じゃあそんな感じでどんどん貼り付けていっちゃいますよ。20倍速でやっちゃってます。マリオ、ドンキー、リンク、サムス。初代の頃を思い出すね。友達の家でコテンパンにされた記憶しかねえ。PK サンダーでみんな仲良く吹っ飛ばされた思い出。で、ある程度貼り付けられたので、途中経過の報告です。うわぁ、有名なキャラがたくさんだ。思い出補正がかかりまくって脳汁やばいです。あの頃は、すべてが眩しかった。いつから人は大人になってしまうのだろう。動画と全く関係なくなりそうで両目からナイアガラ。では、ここからはスライドショーにして、いい感じにまとめたので、見ていきましょう。いい感じに期待してます。
マブラキーボード、完成。やりましたね。やりました。どうしたのさ。やった、やったよー。うわぁ、突然泣き出した。やった、できたー。わかった、その感動はわかったから私の体で鼻水拭かないで。みんな、ごめーん。ジーン、やめてって言ったのにー。でも、できたね。うん、とっても頑張った甲斐があったよ。これで現段階で発表されてる全ファイターを一つのキーボード内に収めることができたというわけだ。おいらとっても嬉しいよ。今の気分は、最高です。これでスイッチ持ってたらな。私のせいじゃないから睨むのやめてもらいます。だって、ここまで思ってるのにスマブラ持ってないなんて悔しいジャングやじー。おーよしよし、これからも頑張って腰つべ活動していけばいずれ花が咲くかもしれないよ。頑張る。頑張ることはいいことだ。というわけで、動画は以上となります。よろしければいいねボタン、チャンネル登録お願いします。以上、この動画はアルパカ系 YouTuber カパと、アルパカ系 YouTuber コチャがお送りしました。それじゃあまたね、カパンチョー。おい。おいらがいたの、気づいたかい。俺もスマブラで暴れるぜ。じゃあ、またな。